目の前に突然現れたのは、僕が一目惚れした女性と同じ姿のサイボーグ。私はサイボーダインモデル103。骨は木製の衛生用鉱山でのみ生産される火星マルチ合金。突然始まった彼女と僕の奇妙で予測不可能な共同生活。何も感じない。彼女は一体どこから何のためにやってきたのか。心が通っていると思うのは僕の錯覚なんだろうか。僕は間違いなく彼女のことを好きになり始めていた。僕一人がこんな気持ちでいるのはすごく嫌なんだ。君が嫌いになった。二度と僕の前に現れるな。守りたいものがあるなら。実は私すごく遠い未来から来たの。その涙は、その微笑みは、その勇気は愛なのか、プログラムなのか。僕の彼女はサイボーグ。